ここは駿河の国、現在の静岡県美保の松原の朝です。漁師の白良が浜辺に出ると、この世のものとは思えぬ美しい音楽が響き、良い香りが漂ってきて、近くの松の枝には見たこともない衣がかかっていました。家の宝にしようと手に取ると、美しい天人が現れて、返してくださいと頼みます。舞を見せてくれたら返す、羽衣がないと舞えませんというやり取りの中で、白良は先に羽衣を返すことをためらいます。しかし疑うのは人間、天には偽りなどありませんという天人の言葉に深く恥じ入り、羽衣を返すことに決めました。喜んだ天人はたくさんの宝を降らせながら夢のように舞い、霞に紛れて天上に帰っていったのでした。最もシンプルな上演形式である姉妹と能を見比べてご覧ください。宝を振らし